兵庫県立大学は兵庫県神戸市西区学園西町8-2の1に本部を置く日本の公立大学である。2004年に設置された大学の略称は県大。兵庫県立大学は2004年に誕生した大学である。かつて兵庫県に存在した旧神戸商科大学、旧姫路工業大学、旧兵庫県立看護大学の3大学が統合された。 前進行はそれぞれ関西ではよく知られた大学であったが、第二次世界大戦後は伝統をことにして発展した経緯から大学としての一体感は情勢途上にある。公立大学としては日本有数の歴史、日本最大級の規模を誇る。兵庫県立大学には6学部12研究科合わせて7つのキャンパスが存在する。このうち、神戸昭科キャンパス。 神戸情報科学キャンパス、赤石看護キャンパスの3つを東地区、姫路工学キャンパス、張り丸学キャンパス、姫路環境人間キャンパス、淡路緑景観キャンパスの4つを西地区と位置づけている。全学共通教育を中心に一部の授業を遠隔で行う。統合により設立された経緯から7つのキャンパスの1が神戸から神氷と点在するため、 連絡手段が少なく、一部のクラブサークルを除き、現実的な東西の学生の交流が乏しい。ゆえに、学生からは、東西交流の充実を望む声が上がっている。上記の通り、兵庫県立大学は、兵庫県が設置する旧神戸商科大学、旧姫路工業大学、旧兵庫県立看護大学の3大学が2004年4月に、統合し誕生。その際、 新たに、神戸ハーバーランドセンタービルに、大学本部が置かれ、同時に、大学院応用情報科学研究科も新設された。また、一行に最至急神戸商科大学の象経学部が、経済学部と経営学部に再編された。神戸商科大学旧神戸商科大学は、旧西兵庫県立神戸高等商業学校を、前身とする、公立大学。 第二次世界大戦後における全国最小の公立新生大学及び、小経学部の単価大学として1948年に発足した。その後、管理科学科、国際小学科を増設し、4学科体制となる。キャンパスは、神戸市垂水区の清涼台にあったが、1990年に、同市西区の神戸研究学園都市に移転された。神戸小科キャンパス本部棟。 旧制兵庫県立神戸高等商業学校の設立の経緯当時存在した旧制管理神戸高等商業学校が学部のみの旧制神戸商業大学に昇格することが決定し、兵庫県内に観光立の高等商業学校がなくなったことが発端。その結果、県下の中等学校卒業生の進学先として、県により1929年に 旧制兵庫県立神戸高等商業学校が新たに設置された。姫路工業大学発祥の非行動級姫路工業、大学は兵庫県立高等工業学校、兵庫県立工業専門学校を前身として1949年に発足した。長らく工学部のみの短化大学であったが、1990年に理学部を1998年に 環境人間学部を設置した。兵庫県立看護大学旧兵庫県立看護大学は1993年4月に国公立大学発の看護系短科大学として開学。また、兵庫県立大学発足後の2004年12月には地域ケア開発研究所が設置された。兵庫県立大学発足前に入学した在学生の卒業。 修了を終えた2009年3月に閉学している。学部、大学院研究科関係機関以下、突起していない専攻は、博士前期課程、博士後期課程。本研究所は1985年設立の工学基礎研究所が元となっており、光、量子科学技術と光応用、先端技術の二大講座制をとっている。 21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして2件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラムグローバル COE プログラムとして1件のプロジェクトが採択されている。学生自治会、部活動、学園祭などについては基本的には東地区と西地区で別に運営されている。神戸消化キャンパス、神戸消化キャンパス、 神戸市西功の神戸研究学園都市に位置し、大学本部が置かれる。通称、学と、道都市内外の近隣の大学と、神戸研究学園都市大学交流センターを、中心に交流がある。神戸情報科学、キャンパスポートアイランドの計算科学、センタービル内に位置する。姫路工学キャンパス、姫路工学キャンパス、姫路市外近郊の諸社山の麓に位置する。 前身の姫路工業大学の本部と工学部が長年にわたり所在した経緯から西地区の中心的キャンパスであり、クラブサークルも数多く存在する。通称、書写、理学部と環境人間学部の1年生も通うため、学生数が多い。地形からキャンパス内に階段が多い。ハリマ理学キャンパス、ハリマ理学キャンパス、愛イ市北高。 ハリマ高原の一部を切り開き作られたハリマ科学公園都市に位置する兵庫県立大学附属中学校高等学校とも近接住所地名からコートと呼ばれる大型放射光施設スプリングマイナス8を中心に国や企業の研究機関が近隣に存在交通の便の悪さや県外出身者も多いことから一人暮らしや 自動車を所有する学生が多く、兵庫県立大学のキャンパスの中で唯一、近接区域に学生寮が設置されている。また近隣に学生向けの住宅が少なく、学生寮に入居していない学生の多くは、姫路、立野、愛用などから通学。姫路環境人間キャンパス姫路環境人間キャンパス、姫路市街、姫路城城下町の一角、新在家に位置する。 旧正姫路高等学校本館と行動は登録有形文化財に登録されている。キャンパス内には姫路市の保存樹となっているユリの木があり、同窓解明の由来となっている。通称、新在家、または環境人間。元は旧正姫路高等学校のキャンパスで、1949年の学生改革により、神戸大学姫路文校となる。 その後1965年に分校が神戸大学のある六甲台に統合移転したため、跡地に兵庫県立の姫路短期大学が移転。付属幼稚園も設置され、幼稚園跡地には環境人間学部のキャンパスとなった。赤石看護キャンパス赤石看護キャンパス、神戸市西区に隣接する赤石地域に位置する。学部のキャンパスでは最も学生数が少ない。 建築家の安藤忠夫が設計した、淡路緑景観キャンパス淡路島に位置するキャンパス。設置されている研究科は、兵庫県立淡路景観園芸学校の専門課程を大学院として開祖したもの。なお、この研究科は全寮制である。豊岡地方の鳥キャンパス豊岡市の兵庫県立高の鳥の高校園内にあるキャンパスである。神戸防災キャンパス。 神戸市の人と防災未来センター東館内にあるキャンパスである。サテライトキャンパスアメリカドイツカナダインドインドネシア、ルーマニアイタリアブラジルオーストラリア対中国韓国バングラディシュダイヤモンド社の2006年年9月23日発行のビジネス誌週刊ダイヤモンド94三36号出世できる大学と題された特集の出世力ランキングで同大学は 2006年時点で存在する744大学中、第11位にランキングされた。姫路工学キャンパス学者の建て替えについて、兵庫県立大学、2015年1月22日閲覧。ただし、公式英章は、スクールオブヒューマンサイエンスエンバイロメントで、人間科学が先に来る。日刊工業新聞、兵庫県、姫路に、 金属新素材券を4月新設中小の開発支援、兵庫メタルベルト構想指導、金属新素材研究センター来月開所、兵庫県内に開設。兵庫県生活協同組合連合会、平協連大よりボリューム4372007年10月総点による。小樽ジャーナル週刊ダイヤモンド、大学出世ランキング週刊ダイヤモンド、 出世できる大学神戸商科大学は5位、大阪市立大学は27位、大阪府立大学は14位、大学数、学生数国立大学協会週刊ダイヤモンド、出世できる大学ランキング、受験生、何を信じたら、兵庫県立代入試ミス。神戸新聞2018年8月28日20時55分、2020年7月31日、閲覧、 卒業保障しない教授の赤原原動録音あり、読売新聞2012年3月20日、2020年7月31日へ閲覧、兵庫県立大学教員の懲戒処分について、公立大学法人兵庫県立大学平成27年2月4日、2020年7月31日へ閲覧、兵庫県立大学教員の懲戒処分について、 法律大学法人兵庫県立大学平成28年9月9日、2020年7月31日閲覧。センター試験日に、党輸等、4年連続で兵庫県立大、男性職員を処分。産経新聞ウエスト2018.2、1622時24分、2020年7月31日、閲覧。兵庫県立大学における公的研究費の、 不正使用について、文部科学省研究振興局振興企画課、競争的資金調整室。2020年7月31日閲覧。公的研究費の不正使用について、公立大学法人兵庫県立大学令和2年3月31日。2020年7月31日閲覧。兵庫県立大の助教がセクハラで定職3ヶ月。 神戸新聞2021年3月5日16時57分2021年6月9日閲覧兵庫県立大学教員の懲戒処分について兵庫県立大学2021年6月9日閲覧ありがとうございます